窓を開けて小さくつぶやいた。誰もいない部屋で一人。朝が来たよ、土砂降りの朝が。私のネチボタ、私注目されちゃってる。はいはい、よかったね。エナナの本気が見てみたい。ちょっと逆に調子狂うでしょ。私たちは一人じゃない。うん、だから一緒に。そんなのいたっけな。羨ましいな、みんなに愛されて。かなで、楽しんでいこう。私は作業に戻りたい。涙の跡を隠すため、もう口癖になったまいか。昨日の言葉がふと頭をよぎる。もうちょっと休憩。ダメダメ、まだこれからだよ。そりゃまあ私だって自分に期待などしてないけれど、晴れない態度いつもりですが、いいよな。ずっと聞いていたいよね。うん、素敵な歌だった。